ラジオネームエレクトロボーイさんからいただきました。ありがとうございます、お泊まりした時に一つの布団に寝返り持てないほどにぎゅうぎゅうな状態で一緒に寝るほどの仲のいいお二人、寝るタイミングもバッチリ同じだったということですが、朝起きるタイミングも同じだったりするのでしょうか。みなしさんは朝が弱い、大西さんはよく昼まで寝ていたとおっしゃっているいた気がしますが、どちらが先に起きて朝ごはんを作って待っているなんていうことはあるんでしょうか。また寝ている時に寝相が悪いなど睡眠時のエピソードがあれば聞かせていただけると嬉しいですと。え、そんなぎゅうぎゅうなところで寝んの二人。一枚の布団で寝ます。息苦しくない、寝苦しくないの。そんなに受け入れちゃってるじゃん。いや、時々はみ出る感じはします。あと、まあ、ね、布団の奪い合いとか。掛け布団は奪い合い。奪うな、奪うな。じゃあ、二つ使え。それは。いや、ちょっと、置き場所がめんどくさくて。あ、なるほどね。そうなんですよ。あ、まあ、じゃあ、寝るタイミング同じだったということなんですけど、起きるタイミングはね、じゃあ、ちょっとこれ。これトピックス触りましょう。じゃあ、言ってもらってください。わかりました、はい。よろしくお願いします。いきます。がぜん祈りが早い。うん、なんかね、私そう朝ね弱いって言うと、結構言ってるんですけど、さらに弱い私が上回ってる。なんか弱いというか、なんだろう、もうなんか朝を捨ててる。どういうこと、朝を捨ててるの。なんか朝をすごい捨てるんですよ、沙織って、なんかやっぱ一緒にお出かけするから、やっぱ泊まりに来てくれたりするじゃないですか。で結構ね計画立てたりするんですけど、やっぱりなんか朝に対してのモチベーションがちょっとね低いところが、何モチベーションって彼女ありまして、やっぱアラームはまあ無視何のためのアラームだよ。布団剥がす、無視で、お尻叩く、まあやや切れる。切れるかい。あと5分、あと5分みたいな。出た、あと5分のやつ。で私がこう顔とか洗ったり、まあ化粧水したりでちょっとこう準備を始めると、ゴダゴダっと起きてくる感じ。ゴダゴダゴダ。いや一回、祈りに聞かれ、アラームを聞かれたら絶対にこの朝は終わってしまうと思って、まだ寝たいと思って、祈りの携帯をもうアラーム鳴った瞬間に消したんですよ。そう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 。で私自分のが鳴ったか分かんなくて、鳴ったら絶対起きれるんですよ私は。だから鳴ったのになんで起きれなかったのって言ったら、いやあれ実はねみたいな感じで、なんか鳴った瞬間にオフしたんだよねみたいな。逆にさ、すごくない？だってもう自分も寝てるわけじゃん、ギリギリまで、でピッて鳴った瞬間にバッてやったわけだ。瞬発力で相手が起きるよりも早く。そう、それやばくない？それをさ、その瞬間に起きればいいじゃん。そうなんですよ。いやいやいや、それをできる速さがあるのに、まだ怠けるっていうところがねすごいあって、でも基本的に2人とも料理はしないので、朝はもうファミレスに行ったりとか。まあいいね、ファミレスで新聞読みながらブレックファーストします。いい朝だね。そうなんです。美味しいですからね、ファミレスの朝。本当に美味しい。めちゃくちゃいいよね、朝ごはんのやつが。天才的だから。